ロジスネクストユニキャリア株式会社は、かつて輸送機器の販売を行っていた企業、三菱ロジスネクストの完全子会社であった。緑会の会員企業であり、3話グループに属していた。初代ユニキャリア株式会社は、産業革新機構、日立県機、日産自動車の3社が出資して設立した持ち株会社であり、2013年にその参加の 事業会社が2代ユニキャリア株式会社となったが、2016年3月31日より、三菱重工業参加となった。2017年5月12日に、日油三菱フォークリフトとの経営統合が発表され、同年10月1日付で、ユニキャリアが手掛けている事業のうち、販売部門以外の事業を、日油三菱フォークリフトから、 称号を変更された三菱ロジスネクスト株式会社へ、九州分割で譲渡したと同時に、称号もロジスネクストユニキャリア株式会社へ変更した。経営統合後は、輸送機器の製造は三菱ロジスネクストへ一本化され、ロジスネクストユニキャリアは、三菱ロジスネクスト製品の販売会社となった。ユニキャリアが手掛けていたブランドは、 三菱ロジスネクストとの経営統合後も存続する。その後、2020年10月に、旧日油三菱フォークリフト系の販売会社10社と共に再編を実施。エリアごとに新たに設立された販売会社9社に、承継、残った不動産管理部門は、三菱ロジスネクストに、吸収合併され、法人格は消滅した。初代、 ユニキャリア2台ユニキャリアロジスネクストユニキャリア。ありがとうございます。